世界一簡単に VTuber になれるサービス、Me ーム Tuber というものを作ったので紹介します。はい、では簡単に使い方を紹介したいと思います。まずはアバターを表示します。はい、これは僕の写真なんですけれども、えー、しゃべっているとこうやってふにョふにョと動くモードになっています。左の方でアニメーションをいろいろ選べます。例えば、こんな感じでふにョふにョ横に動いたりします。で えー、黙ってるとですね、動きを止めるんですよ。ちょっと黙りますね。はい、こんな感じで動きが止まります。なので、喋、えー、ってると動くんで、まあ、いかにも、ね、生きている感じに見えるんじゃないでしょうか。というわけで、この辺にちょっと置いおきましょうか。はい。で、これだけでは寂しいんで、他の画像も出してみましょう。猫ちゃんの画像を出してみます。 ちょっと大きさを調整して。で、こういう背景画像的なやつは、ずっと動いててほしいなぁと思うんで、可愛いんでね。なので、えー、じゃあ、ウェーブっていうのやってみますかね。じゃあ、こいつで、この辺に置いときましょう。で、一回、他のやつにすると、マイクが取られちゃうんで、もう一回、このスタートっていうのを押すと、ちゃんと、しゃべって動くモードが復活します。というわけで、えー アバターと背景の画像になるものと2つ出てきてなんとなく VTuber の画面の最小限ができてきたなという感じですねはいそうしてできた画面を OBS 等で今ご覧になっていただいている背景画像これはキャンバで作ったんですけどそういったものと合成させてあげるとこうやって簡単に VTuber としての 活動ができる、映像ができるわけです。非常に簡単ですよね。ぜひ、Me ーム Tuber 使ってみてください。よろしくお願いします。